えー、こんにちは。黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はジャズヒストリーということで、えー、アマトジャマルというピアニストのお話をしていきたいと思います。日本では結構馴染みがない人ではあったりするんですけど、えー、ジャズやってるとですね、ポインシアナっていうパターンを叩いてって言われるんですね。ポインシアナっていう曲の演奏が非常に有名なんですね。もともとこれはナットシモンっていう人の曲なんですけど、このアーマートジャマルがやったポインシアナのリズムパターンっていうのが非常に有名で、 ポインシアナのリズムって言われたのに、えー、それの曲を聴いたことがないともうどうやって叩いていいかわかんないし、ドラムじゃない人だともう説明しようがないんですね。なので必ず押さえておかなきゃいけない曲の一つなので覚えておきましょうということでですね。で、マイルスに影響を与えた人なんですね。で、マイルスのバンドにを断って結構有名になってる。そこで結構知ってる人が、マイルスの次年で出てくるんですよ。 で、まあ、マイルスがどうしても自分のバンドに入れたかったんだけど断られちゃった。これ、なんで断られたかはちょっと僕も、あの、調べきれないというか、諸説いっぱい聞くんですけどね、しか出たくないとかね。なんか、まあ、ご存知の方いたらぜひ教えてください。えー、イスラム教にね、開教して、アーマッドっていう名前がついたわけですね。で 比較的音の演奏の感覚っていうのが、その音の間とか、こう空間とか、もうスペースいっぱい開けて弾いてで、結構控えめな演奏をするっていうイメージなんですね。そのあ有名なアルバムではですね。でグルーブをずっとさせておいて、なんかチロチロって音を弾くみたいなんで、こう。 このリズム帯にこう演奏させるみたいな感じの演奏が非常に有名な感じなんですが、ただね、ジャズフェスとか見てるとガリガリに弾く、ゴツゴツに弾く演奏も結構あるんで、あの、その、それだけがスタイルではないんですけど。で、僕もちょっと知らなかったんですけど、ひろみちゃんの恩師だそうですね。素晴らしいですね。はい。やっていきたいと思います。ポインシアナっていうのはですね、ニューオーリンズの元々のビートからの変形で、えー、っと、 まあ、この曲で有名になったのかなえー、もともとあったビートだったとは思うんですが、えー、これ独特の叩き方なので、またこのドラムの叩き方解説したいと思うんですが、えー、ポインシアナの演奏自体は、ポインシアナって曲自体は演奏するのは稀なんですけど、ポインシアナのパターンのアレンジが多いんですね。なので、この曲はあの、えっ、ー、と、リズムをポインシアナでお願いしますとかね、ポインシアナパターンとか書いてあったりするんで、まあ、知らなきゃいけない曲の一つですね。 で、ポインシアナ自体はグルーブ上で、まあ、ドラムフィーチャーとして演奏してるというか、なんか、ピアノがそのバッキングをしている上で、ドラムがずっと暴れてるっていう、こう、じわじわじわっと暴れる、パターンをどんどん変化させて暴れるみたいなスタイルなんですね。だから、ドラムとベースはこのパターンを知っておかないとちょっと困る。ベースもですね、まあ、書けばいいんだけど、えっ、ー、と、もう書いてないんですよ、パターンが。だから、こう、ポインシアナって言われて知らないと、もう、あ、えっ、ー、と、どうやって弾いていくかわかんないって形になりがちですね。 まあ、イスラムに開業されたということってですね、1930年ピッツバーグ生まれですねで。ピッツバーグに対して自分はピッツバーグ生まれっていうのを誇りに思ってらっしゃるみたいなので、まあ、なんかあるんでしょうね。1950年代にシカゴに移って、まあ、その時に、えー、アマドっていう名前に、要はイスラムに改修されたということですね。1957年ですね、パーシングっていうホテルで、えー、やった演奏の、えー、CD が、えー、Bad Not For Me というアルバムがあるんですけど、これがもうめちゃくちゃにヒットするわけですね。 なので、1956年が4部作だから、この当時に自分がやりたいこの、なんていうの、この構想があって断ったんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は思ってるんですけど、で、1962年にはニューヨークにやってきて、でもすぐにこう、しばらく音楽活動をやめてたりするんですね。まあ、音の前やグループを大切にした演奏ってことですね。下にあの、リンクでいくつか。 動画が貼ってあるので見ていただければわかると思うんですが、マイ,マイルスが的を控えめな演奏に影響を受けて、俺はこのシカゴのピアニストの彼に影響を受けたんだって言って、まあ、その4部作のワーキーの中にはアーマッド・ブルースってアーマッド・ジャマルの曲が入ってるんですね。めっちゃかっこいい曲ですね。僕も大好きな曲ですけど。で、えー、これアーマッーーード・ジャマルがやってるバージョンもあるので貼っておきました。はい。ぜひ聴いてみてくださいで。マイルスのバンドを断ったっていうのですごい有名。だから、 自伝に出てくるんで、それで結構有名になったっていうところもちょっとあったりしますが、でも本当にあの、海外ではものすごい有名なミュージシャンの一人ですね。上原ひろみちゃんの師匠さんということでですね、スイスで、まあエレクトリックの、まあ、機材を入れようと思ったら、なんかその難色を示されて何それみたいな、ダメダメみたいな。で、なんかそういうのはジャズじゃないっていうふうに言われて、まあ、こう、 音楽聴いてもね、こういう曲をやりたいなって言ったら、こういうのはジャズじゃないって言われて、あなたに対してのジャズって何ですかって聞いたら、まあ、いろんなミュージシャンの名前がある中で、アーマート・ジャマルが出てきたんで、で、先生に電話して、で、折り返し電話してもらって説得してもらったらしいですね。すごい、すごいことですよね。えー、素晴らしい。まあ、どちらもね、ひらみちゃんも素晴らしいし、アーマート・ジャマルさんも本当に素晴らしいと思うんですが、えー、すごいお話でしたね。僕もこれを調べてると、こういうね、勉強なんていいですよね。 はい。比較的日本ではですね、知名度は低いミュージシャンではありますが、えー、超グレートなピアニストなんで、僕も結構アルバム持ってますね、10枚ぐらいは。結構あるんですよ。で、最近もまだ、えー、と活動されていらっしゃるので、えー、まだ、えっ、ー、と、でも、一番直近はまだもう、もうだいぶ前のアルバム。 7,8年前のアルバムが最後なんじゃないかなとは思ってるんですが、新しいの出てたら、もしぜひ知ってたら教えてくださいね。えー、比較的に、本ンディア・チミド・ヒが、まあ、グレートなピアニストでございますので、ぜひ押さえておいていただけたらと思いますか。めっちゃかっこいい。僕はこの人のスタイル非常に好きですね。あの、ハーリン・ナイリー、ね、ハーリンと、えっ、ー、と、レジナルド・ビールと一緒に演奏してて、もう本当にハマってて、かっこいい。それも貼っておきました。ぜひ見ていただければと思います。えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。 今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典も付いておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和之チャンネルでした。